はい、こんにちは、サルデスシャドウバースの実況をしていきたいと思います。こちらは新女の子が出てしまって出た新シャドウバース。というわけで、25週目かな。まだそうね、そうだね、プロテインかね。で、ね、なんで、あれどっちだっけ。純正か、純正秘術ウィッチーズやってるんだね、今ね。純正秘術ウィッチーズが、勝てない。勝てないっていうか、私が下手なだけ。なんだよね。一応ね、新しくルーちゃん入れたんだよね。ルーちゃんをうまく使いこなしていきたい。ところ。あと、ほんとだからね、虹の輝きが相手によって腐るんで、でもそこのところをルーちゃんとかね、うん。まあ、炎熱の回収とかね、していければもうちょっと、でもまあ言うてるからルーちゃん回せば早めにね、もうガンガンキーカードも集められるはずなので、まあ綺麗に引けたらまだやりようはあるんじゃないんでしょうかと、言いたいだけみたいな。あとルーちゃんがちゃんと生き残ってれば雷撃とかもね、ドローソーになるし、まあ、綺麗に回れば全然勝てると私は思う。魔力の蓄積、小さなつぶやきが重なり、容易なる霊障と化す。小さなつぶやきね。ボソ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 、みたいな。そんな感じなんかね。やっぱり陰キャが多いとか、陰キャっていうな、みたいなね。おぉーうわー手加減なしよ。どうやろ。本気で行くわ。まあ、ドラゴンね。私は天空の覇者、ダークドラグーン。ダークドラグーン。編成じゃなくていいか。ドラゴン相手に編成わからんな。もっと期待気持ちもあるけど、相手ここ外す。来月か、いいだろう。ドラゴンめっちゃ強くなったっつう話だからね。まあでもそこも度外視でぶっ込めるのがよろしくね。まあこういうね、ぶっちゃけ決めれば勝つっていうデッキやから。よろしく、よろしく、よろしく頼む。よろしくです。いいもの。あらー。行くぞー。早いタイプか。ルーちゃん、いちいちなんやね。あっち、こっち、どっちでしょ。まあ、だからこそ逆にってのはある。どうしよっかな。マジックミサイルで落とせないか。まあ、ルーちゃん落ち死なせちゃってみたいな。別にユニコは今はスルー。でも打点をしばきたいっちゃしばきたいけれど、これデッキ回したいからね。あれ、アホや。これよう見たらユニコ倒せるやないですか。アホや。地獄は嫌です。なんで俺なんで俺わざとゴブリン倒したの。なんだなん恥ずかしい、恥ずかしい。リンゴン、リンゴン、獲物発見、行くぞ。で、この1点が後に響かなければ良いのだけど、ほんとさぁ、マジバロスですね。とりあえず、そうだからユニコはバウンスする気で考えてたからさ。うわぁ、何もアクション取れなかった、弱い。あと一旦足乗りたいなぁ。まあ、高打点は来月で潰して。何事もバランスが大事。あー、何これ。はあ。何やあれ。マジか。へえ。あー、まあ、しゃあないね。やらざるを得なかった。まあ相手が進化しちゃうとちょっとあれか、破砕。何事もバランスが大事。めっちゃ来るやん。私をこの程度と侮るなよ。めっちゃ来るやん。幸せの鐘の音の大合唱だよ。4コストか。そんな、かー、まずい。あれまずいな。あー強かった。待てよ、いや待てよじゃねえよ。相手が。でけえ、でけえな。とにかくでけえな。でかいの一言だな。なんだこれ。
意外なカードがめっちゃ出てくんねんけど。マジかよ。どうしよう。まあ雷撃撃って倒すのが無難か。これがあなたの運。これで決めるわ。円卓の騎士に我が作戦を。どっちもついてる。打点潰さなあかんし。あなたの死が見える。って感じやね。どないしようかな。つらいつらい。あなたの人格の力を。あらららららら。ら。すげえ出てきたな。てかドラゴンじゃねえ、ニュートラルだったんよ。まさかのニュートラル段階を。これはこれでつらいんだよ。俺破砕ないからさ。あーでも輝きつかったな。そう話か。まあまあまあ。遠征持ってきたか。あそこ処理するのに編成使わなきゃダメ？いや、マジックミサイルと雷撃で倒せんのか。おせえさもな。あ、ちょっと待って、普通に雷撃一発で倒せたやん。頭悪いな、俺4点やないかやいって。まあ、ええわ。天の意志はついえません。弱い。なんかあったらあれかギルガメッシュとか入ってつけるな。ギフニコ頑張ります。ギフニコ頑張ります。リンドン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 。オッケー、進化ないなら破砕が輝いた。ワンチャンあるで、まだあるで。そうだな。あっちこっちどっちです。なんとも言い難いな。耐えられるか。とりあえず一回、とりあえず一本一旦もらうか。うち帰るでしょ。出さなきゃよかった。デモンストライクとかで死にそう。このターンでなんとか決めに行こう。で、嘘やん、絶対無理やろ。とりあえず無理やり撃ってか。それやったらもう撃っちゃっていいよね。マジックミサイル撃って、あとはもうないか。ないかな。ないな。ちょっとないな。しょうがない。飛ぶわよ。あとはもうこの 3ターンもろで、カメラか。44なんでしょ。あ、違う、こっちか。66だから、いや辛いって。全然ブーストできない。あっちこっちどっちでしょ。ウィンドブラスト持ってきた。で、もう無理やり3点殴りますか。覚悟はいいかしら。ワンチャンだな。ブーなりに頑張るです。すげえよ。遅刻は嫌です。で、なんか打てるやつなんもないんだよね。しゃあないんで、ここはもう厄介されたら負けってことで。我が剣は空を駆ける。私の舞であんたの背中を押してあげる。私の舞すごいでしょ。相手に段階して死んだらお疲れってことで、デモンストライクで死ぬ。あと武闘が武闘で落とされても倒しきれないから、あでも一応か。僕は君たちの心を映す鏡さ。さて、本気を見せようか。わあ、かかかかかか。ああ。見誤ったか。あんじゃん。あんのかよ。くっ
想像以上。あんのかよ。持ってたんかい。しょうもな。一生懸命頑張ったのに。かー、辛かったな。いや、だからちょっと、もうちょっとやりようあったと思うんだけどね。まあしょうがない。お疲れ様さでした。